松田ペットは新潟県長岡市にあるペットショップ。手書きの看板が長岡市を中心に多数設置されている。略称はマツペ。1973年松田商店として創業。犬、猫の販売、ペット用品の販売、ペット向けのサービスを行っているほか、町の駅としても登録されている。看板のユニークな作風と数の多さが注目を集め、 SNS を中心にファンによる情報交換がされている。松田三連製と呼ばれる典型的な看板松田ペットの看板は一部のファンの間から例の看板と呼ばれ、これを集めた同人誌も制作されている。当初は扱っていた金魚とインコをデザインしたものだったが、その後、ヨークシャーテリアとビーグル、猫など人気の動物をあしらったデザインが登場した。 中でもビーグル、チワワ、ヨークシャーテリアの3剣士を集めた看板は、社長のお気に入りであり、この3匹の犬が描かれた看板については、ファンからは、人気アニメ、機動戦士ガンダムに登場する、黒い三連星になぞらえて、松田三連星と呼ばれている。看板は2019年8月現在、約500枚あり、月に10枚程度、看板を新調している。また、 同じ場所に看板を2枚、または4枚貼るスタイルを貫いている。看板は1枚1枚が全て手掛けである。当初は看板店が松田ペットが指定した動物の写真を見ながら看板を描いていたが、やがて見ないで描くようになったため、犬の向きやリボンの装飾などが看板ごとに異なる状態になってしまった。ありがとうございます。